一体君は何回裁かれれば気が済むんだ。え主文、被告人を監視刑に処す。監？ちょ、なんなのこれ、いきなり死刑執行？もう帰っていいぞ。え、お前は自由の身だ。あラッキー。抵抗ペンギン、いつか死ぬ。あよパンダさん、お前捕まったんじゃ。刑は執行中だよ。はあ、その首につけてるもの何ですか？似合ってないですよ。ああ、これはね、人をしたのにこんなに早く出所できるなんて、僕はなんてついてるんだ。自由の身とは言ったが、お前は監視刑が執行されている。その監視刑って何？この首輪が関係あるの？ああ、そのリングには2つの機能がある。1つ、他人に危害を加える等の犯罪行為を行おうとした場合、リングが作動し、激痛とともに意識を奪う。はあ、つまり悪いことしなければいいってことだよね。二つ、いつか死ぬ。それは明日かもしれないし、何十年後かもしれない。突然リングが作動し、お前を殺す。これが監視刑だ。この首輪にはそういう機能があるんだって。そんなものをつけられてるのに随分余裕そうだな。悪いことしなければシャバで好きに生きられるんだよ。最高じゃん。ずっとそれつけてると首かぶれそうですね。外せないんですか？外そうと試したけど全く取れる気配ないんだよね。どうしても外したいなら首を切断するしかないんじゃないか。さすがペンパイ、賢いですね。いや死ぬじゃん。靴、今日のご飯はさっさざっこしーって。あ、すみません。君の目は後ろについてるの？それとも喧嘩売ってる？で、あのパンダは他のクマ科と違って物を掴むことができるよう進化したんだ。なぜだかわかる？わかりません。それはね、お前の頭を握りつぶすためだよ。なんだこいつ。他人に危害を加える等の犯罪行為を行おうとした場合、リングが作動し、激痛とともに意識を奪う。さっきの人を襲おうとしたから首輪が作動したんだ。苦しい。僕はここで死ぬんだ。ここは某企画。目が覚めたか、ペンギン。道で倒れていたから連れてきてやったんだ。僕は生きてる。寝ぼけてないでさっさと仕事しろ。さっきのあれ夢じゃないよね。あの痛みをもう一度経験するくらいなら死んだ方がマシだよ。恐怖。もしかして僕はすごく重い刑を課せられたのかも。でも悪いことをしなければあんな思いしなくて済むんだよね。いつか死ぬ。それは明日かもしれないし、何十年後かもしれない。突然リングが作動し、お前を殺す。あの痛みでも死なないのであれば、死はどれほどの苦痛なんだろう。おい、サボってないで仕事を。悪い、そんなに驚くとは。首輪のことを考えてて。監視刑か。実はさっき人を殴ろうとしたんだ。最低だこいつ。そしたら首輪が作動して死にそうなくらいの痛みが僕を襲ったんだ。だから道端で倒れていたのか。パンダにはいい刑だな。その首輪が犯罪の抑止力になる。全然良くないよ。確かに悪事を働かなければ首輪は作動しない。でも問題はいつ殺されるかわからない恐怖を抱きながら生きていかなくちゃいけないことだったんだ。仕方がないだろ。それがお前に与えられた罰なんだ。人を殺してしまった当然の報い。自業自得。それからというもの、僕は生きた心地がしなかった。お風呂に入っている時、寝る時、大好きな笹を食べている時も、いつか死ぬという恐怖で縛られている。ごめんよペンギン、死ぬのが怖くて仕事が手につかないんだ。大丈夫だ、いつもと変わらない。そういえばシャチ君は最近来ないよね。犯罪者のお前と一緒にいたくないんだと。そっか、はあ、悪いけど早退させてもらうよ。ついに来たんだ、死ぬ時が。
やっとこの恐怖から解放される。支配。あれ、まだ生きてる。じゃあなんであの痛みが。はっ、もしかして赤信号を渡ってしまったから。もう耐えられない。こんなことなら僕には逃げることすら許されないんだ。パンダ。ゲー、僕はどうしたらいいんだ。助けて、助けてよ。悪いが、俺にはどうすることもできないし、犯罪者を擁護する気もない。お前は生きるしかないんだ、死ぬまで。死刑囚以外の囚人は塀の中に入れられて生を支配される。だが監視刑は生の自由が与えられる代わりに死を支配される。どちらが辛いかなんて俺には想像できないな。人生何年が経ったんだろう。どれくらいここにいるんだろう。僕はいつ死ぬんだろう。どうすれば死から逃れられるんだろう。逃れる、死から、そんなことが可能なのか。僕に限らず生きるものすべてに死は平等にあるじゃないか。遅いか早いかだけの違い、それが死、それが人生。そうだ、そうだよ。僕はみんなと変わらない。誰だっていつか死ぬ。それまで僕は生きていてもいいんだ。反省しよう。自分の過ちを人生かけて、そしてこれからは人のために生きよう。見えた、見えてきたよ、僕の未来。僕たちがここにいるように、違う宇宙には選ばれなかった僕たちがいるのです。悪いものでも食べた。煩悩を捨て悟りを開いたことで全て理解しました。次回、宇宙が複数あるとどうなるのか。あ、あそこに笹が。わーい、食べる食べる。捨てきれてないぞ煩悩。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にピチピチしてやる。ピチピチ、ピチピチ、ピチピチ、ピチピチ。この腹黒パンダが。